どうぞるです。はい、ということで、本日もですねクラッシュロイヤルをお送りしていきたいと思うんですけれども、いきなりなんですが、皆さんシルク・ド・ソレイユって、ご存知でしょうか。私ね正直なんとなくしか知らないんですよ。すごいエンターテインメント集団な、なんかパフォーマーみたいな、イメージはあるんですけれども、今日はですねちょっと変わった天界さんシリーズということで、シルク・ド・ソレイユで実際にパフォーマーとして活躍されている方が、天界プレイヤーというところでですね、今日ちょっとご本人にいろいろ話を聞きつつ、メキシコに住んでるらしいんですよね。メキシコのシルク・ド・ソレイユで、パフォーマーをやってる HKR さんにですねちょっと電話をかけて、いろいろ話を聞きつつ、展開プレイヤーとしてのいろいろ聞いていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。それでは、電話かけていきたいと思います。あ、もしもし。もしもし。あ、HKR さん。はい。あ、はじめまして、ドズルと申します。はい、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。HKR さん、展開プレイヤーで最多トロフィーが7200、7,243、はい、結構高いですね。僕よりだいぶ高い感じですが、ちょっとだけですね。HKR さん、天界プレイヤーかつシルク・ド・ソレイユでパフォーマーとして活動されているということなんですけど、はい、間違いないでしょうか。はい、間違いないです。シルク・ド・ソレイユってごめんなさい、僕もちょっとなんとなくしか知らないっていう、ちょっともう本当大変失礼極まりないんですけど、シルク・ド・ソレイユってなんぞやみたいなところって教えてもらってもいいですか。はい、ですね、シルク・ド・ソレイユは、はい、世界最高峰のエンターテインメント集団とも言われてまして、世界最高峰エンターテインメント集団、もう絵面が強いですね。字面が強いですね。はい、そうですね。世界のいろんなところで結構大きなテントとかテントとかして、はい、それぞれの土地をどんどん回っていくスタイルのサーカスですね。あ、サーカスのあれなんですね。はい、サーカスです、ね。でも本当にこうシルク・ド・ソレイユって日本にも来ますよね。そうですね、去年かな、はい、去年とか確か行ってたはずですね。あ、はい、その世界中を皆さん回られてて、うんうん、で、ね、HKR さんもその一人のパフォーマーとしてなんかエンターテインメントされてるってことですよね。そうですね、はい。じゃあもう真のエンターテイナーってことですよね。まあそうあ、ちょっとごめんなさい、なんとなくしかそのやってることがイメージつかないんですけど、HKR さんって普段どんなことをされてるんですか、ステージでは。僕はですね、ダブルダッチっていう2本の縄跳びを、はいはい、回したり飛んだりするやつなんですけど、縄跳び、はい、2本の、はい、はい、それを、やっております。はい、ああ、じゃあもうすごいこうぐるんぐるんのこの縄跳びの、やつを飛んだりはなんかこ う, う、ね、すごいこう体勢で飛んだりみたいなことですよね。ああそうです、そうです、はいはい。ああ、これちょっと実際の映像とかって見せてもらったりって可能なんですかね。できます。YouTube にもあると。あ、 YouTube にもあります。はい、はい、あ、じゃあそちらのちょっと映像を、いただいて、この動画に挟みたいと思います。こちらです、どうぞ。はい、ということで、ちょっとね見させていただいたんですけど、すごいですね、やっぱりまあすごいの当たり前なんですけど僕ちょっと縄跳び苦手なんで僕も縄跳びは苦手なんですよ。え、縄跳び苦手なんですか。僕縄跳びはあんまりできないですね。え、そうなんです。え、でも普段飛ばれてるわけですもんね、はい。ダブルダッチはできますけど縄跳びは苦手です。ダブルバダッチはできるけど縄跳び苦手パターンあるんですね。ありました。めっちゃおもろいそれ。新人、今話によるとメキシコにいらっしゃるってことなんですけど。そうですね。メキシコのシルク・ド・ソレイユのそのいわゆるテントっていうんですか、その常設の、はいはいはい、はい、会場でずっとやられてるんですよね。はい。テントじゃなくてもう本当にしっかりしたステージみたいなのが、ステージがもう建物があって、はい。でそこに、もうずっと僕らのこの
今やってるショーはあの動かないんで、ずっと同じところに。じゃあもうずっとそこのメキシコの常設のステージでやられてるってことですよね。そうです、メキシコのカンクンっていう都市の都市なんですけど、僕ちょっとメキシコもごめんなさい行ったことがなくて、どんな国なのかが全然イメージつかないですけど、はい、メキシコってどんな国なんですか。メキシコはね、結構あれですね、まあ、陽気な感じのラテンな国の雰囲気の、まあ確かになんかこう、はい、ウクレレじゃないですけど、ああそうですね、そうですね、そのイメージがやっぱありますね。あのハットもなんかカーボイハットみたいな。ああそうですね、はい、そうですね。今もやっぱいらっしゃるんですか、そういう方も。いますね。あ、いるんですね。へえ、なるほど。はあ、ははあ、そこでメキシコでもう4年間とか。そうですね、4年今住んでますね。あ、4年間住んでらっしゃる。あ、ちなみにクラロワはいつからプレイされてるんですか。はい、多分ですけど、はい、リリースしてから 2,3 ヶ月後ぐらいから始めてますね。じゃあもう本当にクラロワも4年前からってことですよね。やってますね。ちなみにクラロワってなんでこう始めたんですか、そのきっかけというか。きっかけ、あのね、僕は結構このスーパーセル結構好きでし、はい、いまして、クラクラとか、うんうん、あとはブームビーチ。あ、ブームビーチ渋い、はい。あ、じゃあスーパーセルゲームをずっとやってきて、まあ、はいはいはい、はいはい、でクラロワを極めたみたいな。うーん、まだ極めてないですけど。いやでも展開プレイは一つやっぱ称号ですから。いやすごいです ね、 ですね。え、ちなみにペッカデッキなんですか、です、ね、普段は。普段ペッカだったりとか、あとは、はい、まあ、まあ、ラムとかですかね、ラムデッキとか。あ、なるほどなるほど。あ、ペッカラムと、ラムライダーデッキとか、そうですね、すごいですね。ちなみにメキシコってクラロワプレイヤーって多いんですか。一応僕の働いてる職場には何人かいますね。あ、何人か。僕が働いてる職場ってことはシルクドソレイユ関係の皆さんの中に何人かいるってことですか。いますね。あ、そうなんですね。じゃあもう本当にワールドワイドなゲームですね。選手も多分いますよね、結構メキシコ人ね。あ、メキシコの方もプロでラテンの方いますね。そのセルジオラモス選手とか確か、ね、はい、あ、そうですね、ラテン系の、はいはいはい、あの国の出身の選手だったと思います。あ、確かに確かに。じゃあ結構メキシコでも熱いんですね、クラロワと思いますね。確かにそのあれですよね、言語通じなくてもできたりっていう話は聞きますよね、はいはいはい、そうですね、できますね。なるほどなるほど。ちなみにHKR さんはどんな時にクラロワやり込んでるんですか。その1日のうちのクラロワタイムってどこら辺になるんですか。去年、はい、子供が生まれまして。あ、おめでとうございます。はいはい、それで日中とかね、やっちゃうと奥さんに怒られちゃうんで、はい、なんで子供も寝て、だから夜、そうですね、12時過ぎぐらいから軽く1、2時間って感じですね。深夜に1、2時間忙しい中でもクラロワタイムがあるってことですね。はい、あ、なるほど、ね、はい。ちなみにお仕事は何時何時なんですか。仕事はだいたい夕方の6時から、はい、いや始まって、はい、12時、11時ぐらい、12時前ぐらいに終わるって感じですね。あ、なるほど。じゃあもう夕方からダブルダッチをして、その後クラロワタイムっていう。そうですね、お忙しい一日を過ごしていらっしゃいますが、そんな HKR さんとちょっとせっかくなんで一戦やらせていただいていいですか。一戦ですか、はい。まあ、BO3 でもいいですけど、ぜひお手合わせよろしくお願いします。お願いします、はい。面白いですね、こういう動画撮るの僕実は初めてなんですけど。ああ、そうなんですね。はい、やっぱちょっとこういろんな方とこうクラロワできるっていうコーナー楽しいですね、うん。あ、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあお電話ちょっと一回切ります。はい、はい、ありがとうございます。いやー、これちょっと面白いですね。いろいろ話聞けましたが、いやちょっとね、ただ、まあ縄跳びは僕も苦手で、HKR さんも苦手ということなんですが、クラロワの腕は、まあ僕がね、ちょっと上だというのを、見せつけたいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、来ました。よろしくお願いします。さあ、相手ペッカ使いってことなんで、私もまっすぐゴーレムで来ちゃったんですけど、やっぱね、相手も展開クラスの実力の持ち主だと、まあ、ちょっとね、こう仕上がってないデッキをぶつけても勝てないだろうというところで、まあ、今回もまっすぐね、ゴレデッキできました。おー、バトルヒーラー、エリゴレ、ちょっと待って、ペッカにバトルヒーラーって入らないですよね。
これはちょっと相手の珍しペッカなのか、メキシコで流行ってるペッカデッキかもしれません。メキシコペッカデッキかもしれないけど、バトルヒーラーが入ってるんで、なんだろう、これスケラかな。なんかバトルヒーラー入りのスケラもちょっと流行ってますよね。いや、ゴレデッキか。ちょっと待って、ゴレ説が出てきた。あー、いや、スケラだ。これちょっとやばいですね。さっきのインタビューではペッカって言ってたんですけど、まあ、ただ、いや、結構痛い、結構痛いけど、まだいける、まだいける。いやー、スケラか。スケラ相手だと、このバトルヒーラー型のスケラはですね、結構やっぱ防衛も強いですし、どっかのタイミングで、もう一気に攻め立てたい。まだ我慢しましょう。あと30秒我慢して、で、左を捨てながら右を狙いに行くぐらいの戦術でいきたい。ちょっと私も一応展開プレイヤーですからね、皆さん。そこだけは忘れないでいただきたい。そして、ここで勝ってやっぱドズルうまいんだっていうのを見せつけたい。エンターテイナー対決。あー、きついなこれ。バトルヒーラーに回復させられるときついございますが、いやー、やばいよこれ。スケラ来るよ、スケラ来るよ。これでテンテクテンテクテン来て、いやー、しんどい。終わったくさい、終わったくさい。いやー、ボロボロですね。さすがシルクドソレイユ。こうなるとポイズン圏内なので、私はゴーレも展開しないといけないんですけど、もう時間ないですよ。40秒。相手の防衛の要としてはトルネード、うわー、ボムタワー、ベビードラ、トルネード、バトルヒーラーあたり、ダークネクロもいるので、ライトニングをうまく合わせて、ここですね、ここですね、ライトニングも合わせて。いやー、ごめんなさい、これちょっとひどい試合。これやり直したい、やり直したいまである、やり直したいまであるけど、いやー、さすがですね。ダブルダッチもクラロワもうまい。さあ、ここはランバーワンチャンス差し込んで、あー、グッドゲーム。ちょっと前情報と違いますよ、前情報と。ペッカデッキの気持ちで言ったのに。BO3 にしましょう。はい、BO3。BO3 です。はい。BO3 です。はい。このね、BO3 ルールを、負けると BO3 が発動するっていう、特殊ルールでお送りしております。いや、これはですね、ちょっとね、今のは本当にボコボコにされたんで、次勝って、今の1試合目をカットするっていうね、表ずでちょっと、対処したいと思います。はい。いやー、でも、やっぱりあれですね。普通に今流行りの、この1日に1、2時間しかクラロワタイムがない中で、きちんと今の流行りのスケラデッキを抑えてきてる。このバトルヒーラー入りのね、抑えてきてるというさすがっぷり。さあ、よろしく。いや、でもスケラで来ても、ペッカで来ても私からしたら地獄ですからね。まあ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 。あ、変えてきた。これはペッカじゃないですか？いや、でもロリババか。まさかロイホゲ？ちょっと待って。いやいや、バトルヒーラーがまた来て、流行りに乗ってんね。ここはなんかバトルヒーラー使いですね。まあ、結構ね、実はこれ冗談じゃなくて、国ごとに流行りデッキってあるんですよ。ああ、言ってた、ラムライダー得意って言ってた。あ、ちょ待って、ちょ待って、あ、やっちまった、やっちまった、やっちまった。いや、やばいやばいやばい、ボコボコにされてる、ボコボコにされてる。いやいや、こっからです、こっからです。いや、今のやっちまったな、ちょっと気持ち早かったですね。ラムライダーは一発食らって、一旦ちょっとタイムしてからの引き付けじゃないとキングター起動できないんですよね。いやー、これはかなり大きいダメージになりました。これゴレ行って、バトルヒーラー、マジアチャー、ダクネ。いや、嫌な組み合わせですね。さっきの、スケラデッキもこんな感じでしたが、バトルヒーラーにこんなに苦戦するとは。さあ、これは、でも相手からすると結構この組み合わせ嫌なんじゃないかというところで、
悪くない悪くない。ちょっとこのカウンター怖いけどな。さあこの後これは完全に左無視ですね。左無視ってキングタワーだけ守りたい。このキングでタゲを取ってからの、これでも悪くないですよ。いやーでもこの、いやーバトルヒーラーやめろ、バトルヒーラー余計なことすんだ。よし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 。いやーこれでもバトルヒーラーがひたすら回復し続けて、いやー厳しい、時間的にもいろいろ厳しい。ちょっと待って、クラロワで交流を深めようの回なのにボコボコにされてしまいました。分からせられた、分からせられた。あざっす。さあ、ということでですね、くーちょっとね実力を及ばずでした。まあ私より最多トロフィーも高い HKR さんなんですけれども、ちょっと実力もねだいぶ上というところで、もう世界最高峰のね、エンターテイナーパフォーマーで活躍されて、かつ、展開プレイヤーという、すごいね面白い、プレイヤーの方でございました。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね今回の、動画で興味持った方はですね、メキシコにあるシルクドソレイユで HKR さん実際にパフォーマーされておりますので、ぜひメキシコまでね足を運んでみてください。というところで本日の動画、ちょっと変わった展開さんでね、募集した、HKR さんが、来ていただきました。また、ちょっとね、HKR さんは、なかなか、こう、直接お会いしてっていうのは難しかったんですけど、ね、この動画が好評だったらですね、他にもいろんな、面白い展開プレイヤーが、日本にはいると思いますので、皆さんのね、知ってる、あいつなんか面白いぞと、あいつすごい展開プレイヤーだぞっていうのがね、いれば、紹介していただければなと思います。よろしくお願いいたします。というところで、じゃあ本日の動画は、こんな、やりますか。DO3 だから終わりだよ、もう。というところで、本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。